じめまして、川上です。よろしくお願いします。ありがとうございます。明治、さすが。ネクタイの方が。明治、明治に。さしてこないと。さすが。そうでしょう。はい、カットボールチャンネルです。はい。皆さん、今日はですね、なんと私の母校ですね、明治大学にやってまいりました。僕の頃とだいぶこう校舎も変わりまして、ほぼほぼもう新しく変わってきてるんですよね。まあ僕なんかでも本当に野球はすごくこうきつかったんですけど、当時ね。でもやっぱり大学行くとやっぱ、野球以外のことに触れ合えて楽しかったり、特にこの1、2年なんかは思い通りのキャンパスで、そういった楽しい学生生活を送れなかった1年生の方もいると思うんですよね、入学してから。でそういったところをね、少しでもね、多く僕が紹介できるようなことがあればいいなと、それといろんなことをこう自分で感じながら、楽しみたいと思います。よろしくお願いします。検診カメラというか、これを、はい、これをお持ちいただいて、これを持って、はい、もうそのまま、はい、はい、あ、いいですね、いいですね、はい、明治大学、はい、あ、回ってますね、いいですね、行きましょうか、はい、はい、今日、あ、その逃げないでくださいよ、今日あの僕をね、あの招待いただきました我が後輩の中西さんです。よろしくお願いします。ここが、第一校舎で、はい、一番多分学生が多く使っている校舎です。この階段が有名なんですよね。この階段を上って卒業するということですね、皆さん。はい、これがですね、大学の教室になりますね。語学とか、あ、あと少し大きめなゼミとか。語学必修。僕はこれが、はい、コメントないです。これね、あ、こっちがグランド。あ、ここらはなんかやっぱちょっと昔の雰囲気が漂う。これが、あ、でも、あ、これ戦後ぐらいなのかな。でも戦後だよね、もちろんね。すごいね。で、体育館はこちらと、グラウンド。この白い建物が体育館。この3つ積んだ時で全部体育館で、奥にグラウンドがあります。泉総合体育館。はい。あ、これはあれじゃないですか、森下君じゃないですか、ジャニーズ系の。これ森下投手、広島カープで。これって明大スポーツじゃないですか。明大スポーツってね、あ、僕が現役時代にね、明大スポーツのその学生さんがよく取材に来てくれてまして。こんなクオリティ高い。いや、クオリティね、中日スポーツかと思うぐらいね、クオリティが高かったですよ。まあ、こういう地方といいますか、うん、優勝があった時はすぐ号外が出るんですね。今年はね、明治大学がなんと6大学で優勝したんですよ、春。まあ、また今年もドラフトが楽しみですね。ここがクライミングモールです。クライミングの先生がいたりとか。先生もいるの。あとはオリンピックの、コロナ前オリンピック選手が練習してたという。あ、そうなんですか。こんなすごいじゃん。1年生からみんな登っているので、その向こうにテニス場もあり。ちょうど今ね、古い建物が壊れて新しいものがどんどん建てて、僕らの頃ってちょっと明治大学ってちょっとこう男臭いイメージがあったんだよ。イメージありますね、硬いというか。あったでしょ。今その明治大学は一番人気なんですよ。あ、そうなの。はい。どこの大学行きたいのっていうと、はい、明治大学。だいたい10人聞いたらやっぱり8人ぐらいはそういうね。まあそう答えそうなんですよね、だいたい聞くんだけど。サッカーなんですけど、今日はもはや人工芝ですよ。すごいじゃん。あ、これがこの建物が留学生、まあ、あの外国の方と交流を、はい。明治大学もやっぱりもう世界のグローバルに。スーパーグローバル大学なんですね。あ、僕らの時はそうそうそう、あの
あれはすごかったね。ジョディ・ハーラーさんですよ。ジョディ・ハーラーって左のね、アメリカからピッチャーが野球部に入ってきてですね、六大学でなんと投げたんですよ。練習が本当に頑張ってましたよね、彼女は。ゴルフで。打ちっぱなしもある。僕ならここにずっといてもいいんですけど、誰も使用してない。もうここでいいんだけどね。そのうちこう名古屋にもできんかな。あ、まさかあれ食堂ですか。ちょっとこのね、さっきからね、若干こうカフェっぽい雰囲気が、いやでもこんな東京のど真ん中っておかしいけど、すぐそこに新宿があって、何この敷地、どういうことですか。明治大学は本当すごいですね。ね、まあでもこれがまたこう新しくなるわけですよね。泉の森って言うんですね。はい。もうみんなこれ学生ご本人のちょっとこうどうですか、炭水化物基本は量もかなり多いので、やっぱそうですよね。カレーとなんと350円。安いですよ。食堂もようやく通常営業に近くなってきました。今まではそうです。その場所だけ借りてご飯を。そういう泉ウッドデザイン賞に選ばれた建物で、あれね、なんかおしゃれですよね。でもこれカメラ高い。これ本当にウッドで作ってる。カメラ。ああ手がだるくてね、結構川上屋の一仕事ですよ。ああこれができるようになったらもう全部自撮りで何でもできるんで、もうそのうちこれで自撮りさせられるんじゃないかと思って、全部を。それでは今日の講演会、ぜひお願いしますよ。ありがとうございます。応援しますよ。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。びっくりしました。あれ、消防士、はい、されてて、はい、やってました。そこから、はい、女子大議員のために消防士を辞めるということ。はい、消防士を辞めて。あ、辞めて。はい、今学生。1年生です。学生になってまた、はい、はい、きっかけというか、元僕の出身校が高知中央高校で、はい、昨年の、高校女子野球選手権大会の決勝戦だけ甲子園で行われて、はい、で僕の母校が、外部コーチとして仕事をしながら関わってて、彼女たちが甲子園の舞台に立ったのを見て、女子野球の発展に携わりたいと思って、六大学に女子野球部を作りたいっていう思いが。あ、そういうこと。今実際大学で、はい、女子の硬式野球って存在するもの、全国で今約10校ぐらい。あ、10校ぐらいは。はい。まあ、そうで、まあ六大学はもちろんないということで、はい、最初に立ち上げたいという。はい。いや、これはやっぱ嬉しいですね。一応今女子部員で12人集まってくれて、そうなんですね。はい。けど半分以上が野球経験がない子なので、本当にもキャッチボールから塁間を投げれるようにしようっていうところからスタートして、まあ、ぜひね、僕も本当にね、野球やっぱこう、やっぱ女子もそうですけど、やっぱ幼い子からみんな野球少年が増えたりとか、いろんなこう野球がどんどんね、活性化されて増えていくっていうことはやっぱ応援したいと思いますので、で僕すごく興味あるんで、はい、一回ちょっとこういいですか、見に行って。あ、もうぜひお願いします。はい、どういう指導してるのか。いや、もうコーチ弁ですか、やっぱり。いや、今は関西弁で一応やってます。関西弁で同じ僕も四国でね、やっぱ高知だけはね、なかなかね、言葉が伝わらないところもありますもんね。身長どれパイオとかって言うでしょ。はい、そうです。はい、
気持ちが熱いんで、コーチの方ってぜひちょっとこう活躍してほしいなと思います、はい、ぜひ今後ともよろしくお願いします。応援します。ありがとうございます。ありがとうございます。